皆さんこんにちは。こんにちは。インスタライブを始めます。JR 名古屋高島屋コスメティックカウンターの水上です。鈴木です。現在 JR 名古屋高島屋ではオフィスワーカースタイルを開催しております。今回はオフィスに役立つアイテムやリモートテレワークに最適なアイテムをご紹介しておりますので、ぜひご来店お待ちしております。さてその中で今日は秋のトレンドメイクを踏まえたリモートテレワークでも映えるメイクをご紹介していきます。また本日ご紹介しましたコスメは9月2日よりスタートしましたオンラインでもご購入いただけますので、ぜひ JR 名古屋高島屋のホームページをご覧ください。今日の配信時間は約20分を予定しておりますので、どうぞ最後までお楽しみくださいませ。それではメイクのご紹介からしていきたいと思います。まず消毒からさせていただきたいと思います。店頭では必ずマスクをつけ、通常タッチアップっていうのは行ってはいませんが、今回は、しっかりと消毒をした上で特別にマスクを外しながらメイクの方をさせていただきたいと思います。今モデルの鈴木さんには、ベースメイク、アイブロウ、マスカラをした状態であります。モニター越しですと顔色が悪くこうちょっと疲れた印象に見えがちになってしまいますので、リモートでは血色感をプラスすることがとても大切となります。なのでアイシャドウ、チーク、リップにはいつもより明るく鮮やかな色を使っていただくことをお勧めいたします。ではアイメイクからご紹介していきます。本日使用していきますのがセルボークのボランタリーベースアイパレットの09番を使用していきます。こちらはクリームとパウダーがミックスされたアイシャドウパレットで、もうオレンジは今年のトレンドでもあり、一気に明るくおしゃれ顔にしてくれます。それでは鈴木さんにお付けしていきたいと思います。ではまずこちらですね、ゴールドのカラーをまぶた全体にお付けしていきたいと思います。こちらはクリームタイプなので指にとってつけていきたいと思います。では目をつぶってください。まずこちらのゴールドのカラーは、アイホール全体ですねにもうのせをしていきます。もうすごくこれをつけるだけでもパッと明るさが出てるかなと思います。では反対側の方にもお付けをしていきます。こちらももうまぶた全体にのせていきます。すごくこのラメ感が明るくてすごく綺麗な仕上がりに見えてるかなと思います。はい、では続いてですね、このメインカラーであるオレンジのカラーをのせていきたいと思います。こちらもクリームタイプなので指にとってお付けしていきたいと思います。では、黒目の上にのせていただきまして、そこからアイホールに向かってぼかしていきます。もうすごくこちらのオレンジを入れるだけでもパッと華やかに明るさが出てるかなと思います。いかがですかね。では反対側もおのせしていきます。こちらも黒目の上にのせていただきまして、でそこからアイホールに向かって、ぼかしていきます。すごく発色も綺麗ですし、ピタッと密着もしてくれるアイテムとなります。はい、では続いて下まぶたの方にも同じオレンジのカラーをのせていきたいと思います。こちらは付属のチップを使用して、のせていきたいと思います。では目線を上でお願いします。こちらのオレンジのカラーは、黒目の下のところですねにのせていきます。下まぶたにつけるだけでもパッと明るさがプラスされる感じ分かりますかね。はい、では反対側の方にものせていきます。目線上でお願いします。こちらも黒目の下のところにおのせをしていきます。下まぶたにつけることで一気に可愛らしさもアップしたのではないかなと思います。今オレンジのカラーをつけしましたが、鈴木さんいかがですか？そうですね、なんかセルボークらしい色の発色ですごいオンラインでも映えそうだなって思います。ね、すごいオンラインにも映えそうですよね。はい、はい、ありがとうございます。では続いてですね、こちらのカーキーのカラーを、少し目尻の方に引いていきたいと思います。こちらは付属のチップを使用して、のせていきたいと思います。では、目を閉じてください。目尻の方から入れていただきまして、少しアイホールにかけて広げていきます。そうすることによって目元に奥行きが出まして、立体感もプラスしてくれます。はい、目を開けてください。このような感じです。では
では続いて反対にもお乗せしていきます。はい、目を閉じてください。目尻の方にお付けしていきます。で少しアイフォローにかけて、上にぼかしを入れていきます。はい、ありがとうございます。結構奥行きが出たかなと思います。では続いて下まぶたの方にも同じ、カーキのカラーをお乗せしていきたいと思います。で目線は上でお願いします。こちらは目尻から3分の1に、カーキのカラーを乗せしていきます。はい、では反対側の方にもお乗せしていきます。目線上でお願いします。こうカーキを入れることによって少し締まる感じがあるかなと思います。はい、では最後ですに、こちらのブラックの締め色を乗せていきたいと思います。こちらも付属のチップにとって入れていきたいと思います。はい、では目を閉じてください。こちらはもうアイラインを引くように入れていきます。目の際の方に入れていくことによって、すごく引き締まった目元に見せてくれます。はい、結構締まる感じ分かりますかね。では反対側の方にも乗せしていきます。こちらも、際の方にアイラインを引くように乗せていきます。はい、ありがとうございます。結構目元がパッチリするかと思います。でオンラインで入るためにはやはりしっかりと締め色を入れていただいて、パッチリとしたような目元に見せてくれるとおすすめです。で、コメントでですね、アイラインは引いた方がいいですかといただいているんですけれど、そうですね、こちらのセルフォークのパレットですとしっかりこちらの黒の締め色っていうのが入ってますので、アイラインはなくてもいいかなとは思います。ただ普段一色のアイシャドウとかだけで仕上げられている方はやはりアイラインを引いていただいた方がオンラインにはこう映えやすいかなと思いますので、そういった場合はアイラインは引いてください。はい、ありがとうございます。では続いてですね、口元ですが、モニター越しですとやはり薄いピンクやベージュの肌なじみがいいリップですとどうしても顔がぼやけてしまいますので、発色がしっかりと出てカラーはオレンジやあとはコーラル系レッドなどを使っていただくとおすすめです。で今日使用していくのがスックの、バイブラントリッチリップスティックの、04番を使用していきます。こちらはソフトマットに仕上がるタイプでアイシャドウに合わせてオレンジのカラーを選びました。では、鈴木さんにお付けしていきますね。はい、では唇の中心にまずのせていきます。唇の上唇の方にもつけていきます。で、のせましたら少し輪郭をぼかすように指でポンポンポンとこうぼかしていきます。で少し色味が足らないなっていうところには、重ねてのせていきます。で少しまたぼかしていきます。結構口元にも血色感が出て明るさが出たかなと思います。で、コメントでそうですね、マットだと縦じわが気にならないですかっていただいてるんですけど、やはりマットって結構縦じわが出てしまって気になる方いらっしゃると思うんですけれど、こちらのスックのリップに関してはマットとは違ってソフトマットの仕上がりで、あとはしっかりも発色もしてくれてつけ心地がすごく軽いので、縦じわは気になりにくいかなと思います。であとはほのかにツヤ感もありますので、オンラインにはそのツヤが出るところもすごく嬉しいところではあるかなと思います。はい、では続きまして、チークですが、リモート映えするために血色感をアップさせるにはチークも欠かせないアイテムになります。ベージュ系のなじみのいいカラーよりもやはりコーラルやオレンジ系がおすすめとなります。で、今日使用していきますのがNARSのブラッシュ4077番を使用していきます。ではこちらを、鈴木さんにつけていきたいと思います。ではつける位置としてはこちらの頬の高いところですね、こちらから乗せていただいて少しこう楕円形に乗せていきます。NARSのチークはもうすごく血色感、発色もすごくいいので、おすすめです。いかがですかね、今つけてない方とつけた感じと見え方の違いありますかね。はい、では反対の方にものせていきます。こちらも頬の高い位置からのせていただいて少し楕円形の方にのせていきます。はい、すごい血色感をプラスされましたかね。はい、
で、つける前よりも顔色がパッと明るくなりまして、リモート映えして見えてますでしょうかね。はい、ありがとうございます。では続いてですね、最後にハイライトをプラスしていきたいと思います。モニター越しですとやはりどうしても顔が暗く見えがちになってしまいますので、明るくするにはやはりハイライトを取り入れていただくとおすすめです。今日使用していくのが、ローラメルシエのマットラディアンスベイクドパウダーを使用していきます。こちらのアイテムは粒子がとても細かくて自然に上品なツヤを演出してくれます。では鈴木さんにつけていきたいと思います。はい、つける位置としてはまずこちらですね、頬の高いところに入れていきます。であとは目元がこう暗くなりやすい方はこちらの目の下のところの三角ゾーンですね、ここに入れていただくのもおすすめです。であとは少し鼻筋のとこと鼻先のとこに入れていきます。どうですかね、半眼で普通でツヤ感が違いあるの分かりますかね。はい、では反対側もお乗せしていきます。こちらの頬の高いところですね、こちらに乗せていきまして、あとは目元の暗くなりやすい目の下の三角ゾーンに乗せていきます。で最後に少し顎先に乗せていきます。はい、いかがですかね。すごくパッと明るく、自然なツヤ感があるかなと思います。でリモートワークでベースメイクってしっかりした方がいいですかっていう形で、いただいてるんですけれど、オンライン上だとやはりちょっと画質がそこまで荒いので、ベースメイクまでにはしっかり時間をかけていただかなくてもいいかなとは思います。なのでBB クリームでしたりとか CC クリームで薄く仕上げていただきまして、目元のこのクマとか気になる方とかは、コンシーラーでカバーするぐらいがおすすめではあります。はい、でこちらで、メイクの方が仕上がりました。鈴木さんの印象がパッと明るくなりまして血色感も出て画面上で映えてますでしょうかね。はい、鈴木さんメイクの仕上がりいかがですか。なんか普段ブラウン系のアイシャドウとかをすごい使うことが多いので、はい、やっぱり明るいカラーとかを使うとオンラインでもパッと明るくなると思います。はい、ありがとうございます。すごく明るさが出ましたね。はい、でコメントにいただいてまして、ハイライトのローラメルシェですね、こちらは、オンラインもしくは、店頭ですと5階のトライビューティーのコーナーで、購入がいただけますので、ぜひ、覗いてみてください。はい、では、リモートメイクには、血色感がとても大切となります。明るいカラーを意識していただきながらオンラインだからこそ普段なかなかチャレンジしないメイクに、ぜひチャレンジをしてみてください。続いては、ご紹介いたしましたメイクに合わせて、アクセサリーのご紹介をしたいと思います。あとすいません、コメントでもう1点いただいてまして、セルボークですね、こちらは3階の化粧品売り場で販売はしております。あとオンラインでも販売はしておりますので、ぜひ両方覗いてみてください。はい、では続いてアクセサリーのご紹介に移りたいと思います。では酒井さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。1階婦人アクセサリー売り場の酒井と申します。よろしくお願いいたします。今回私からは今ご紹介したメイクに合わせて、リモート会議等におすすめのアクセサリーを2ブランドご紹介をさせていただきます。では早速ご紹介いたします。はい、今ですねつけていただいております、商品はココシュニックのイヤーカフでございます。シンプルなオフィススタイルにも映えるイヤーカフは1点でも存在感がありますけれども、今はですねイヤーカフの重ね付けがトレンドでございます。はい、今つけているように2つ重ね付けをすることで顔周りがよりパッと明るくなりまして、大変人気でリモート会議にもおすすめのアイテムでございます。はい、続きましてご紹介をいたしますのがこちらがあやみジュエリーのイヤリングでございます。オフィスでもご使用いただけるフープタイプのイヤリングでございます。今お見せしているこちらのイヤリングですが、こちらはですね実はリバーシブル仕様になっておりまして、はい、リバーシブル仕様になっておりまして、今は石がついておりますけれども、実は反対側は
シンプルなデザインになっております。はい、先ほどですね、すみません、コメントでいただいておりましたイヤーカフは痛くないですかというご質問に対してお答えをさせていただきます。はい、実際つけてみて、鈴木さんいかがでしょうか。実際つけてるんですけど全然痛くないですし、なんか2個重ね付けしても重さとかも全く感じないです。はい、見た目以上に軽いアイテムとなっておりますので、本当にトレンドになっている重ね付け、皆さんにおすすめでございます。はい、先ほどご紹介をさせていただきましたあやみジュエリーのイヤリングですけれども、実際に鈴木さんに今つけていただいております。はい、このようにチャームを組み合わせることによって揺れ感がプラスされまして、より女性らしさを引き立たせることができます。はい、リモート会議等にですね、おすすめのこちらのアイテムはですね、1階のアクセサリー売り場でお取り扱いをしておりますので、ぜひぜひ皆さんのご来店をお待ちしております。はい、ではここからはお洋服のご紹介に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いてお洋服をご紹介いたします。5階スーツクローゼットの戸中と申します。よろしくお願いいたします。トップスはイネリットのニットです。シルクとコットンの混合紙で編み上げた柔らかくてしなやかな風合いです。シルクを使用しているので、シルクを使用しているのにお家で洗えるのも嬉しいポイントです。中はノースリーブですが、カーディガンとセットでお持ちいただきますと、より長い期間着回していただけます。続きまして、こちらはフィールズのパンツです。腰回りにゆとりを持たせているので締め付け感がなく、リモートスタイルに最適です。楽な着用感なのに裾に行くほど細身になるシルエットがきれいめな印象になります。続きまして、もう1点ご紹介させていただきます。綺麗なお色目が印象的なブラウスはニューヨーカーのものです。もう少しきちんと感を出したいときにおすすめです。包帯は結ぶ必要がなく、首元のボタンを留めるだけできちんと感あるエレガントな印象に仕上がります。はい、コメントをいただいております。先ほど写った赤いトップスはどこのですかというご質問なんですけれども、本日着用いただいておりますニットと同じイネリットというブランドになります。ただいま1階正面入り口のディスプレイのマネキンが着用しております。どちらの商品も5階スーツクローゼット売り場にて販売いたしております。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どちらもリモートワークにぴったりなアイテムですね。顔つりがすごいよく見えるようなトップスだなって思いました。そうですね、明るく、ね、はい、映りますね。はい、ありがとうございます。本日は、リモートワークに最適なアイテムをいろいろとご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。たくさん、コメントもいただきましてありがとうございます。今回ご紹介いたしましたコスメについては、JR 名古屋高島屋の、店頭やオンラインの両方で販売をしております。また、合わせましたアクセサリーやお洋服は、JR 名古屋高島屋の、店頭にて販売しておりますので、ご来店お待ちしております。本日は、JR 名古屋高島屋のインスタライブをご覧いただきましてありがとうございました。